どうも、クワバタオハラでーす。ちょっとオハラさんがさ、はい、もうこんなにこんな寝そべっちゃって、もともとサイドはでかかったけど、はい、こう妊娠してるということで、このガイドのでかさが目立たへんわ今だから、うん、妊娠も今9ヶ月え、そうなった9ヶ月です。9ヶ月って何週？今日なんかあのアプリがあと48日ですって、赤ちゃんと会えるまで。やだ、トバさんが、私今も今日で22週に入って、な、私が33週やから10週間の差やで、うん、その2人ともこんなことある？ないよ考えてやるんか、ボロボロのアパートで住んでた2人があんたお母さんになっちゃって、もう40歳なんだもんだって今年。すごいね、ほんまにこんなくたびれながらあんた、え、でもこれすごい奇跡やで、こんなお腹。ありがたいね。いや、もうほんまにありがたいんですよ、これは。と不安でしょ、不安でいっぱいやろ今。一人もう一人目の、もう私妊娠中なんかまずもの怖い、産後大丈夫かな、もう頭いっぱいやった、もう寝られへんかった。それが毎日熟睡してるという嘘でしょ嘘でしょ私は全然寝れなかったよ。確かに、まあそれ腰とかは痛いから、ね、いや重たい、だからその自分の寝るポジションがやっと最近難しいから、わかる。もうこんな、なんだ、最近うつ伏せになってないの？うつ伏せっていうの？なってない、なってない。できへんやろ？できへんねん。わかるわ、出産した後なんで一発目のこれ最高やで、下向いたら、うわー言って。せやねん、だから、だから昨日、一昨日も、まつげエクステの、あの、えらいな、あんたそんなに言って。今言っときや、子供で言って。まつげサロン行って、いつもやったらリクライニングベターンでこう、ほら、1時間でも2時間でもこれができるけど、はいはい、それができんからやっぱちょっと角度つけなあかんし、うん、あの見せる人に早してっていう。でらさ、ごめんねやそこ。いやでもそうそう、なんだかそれはあるけども。確かにそうやわ。ただ桑原さんが、うん、もう大変やで大変やでって言うのを聞きすぎてたから、うん、あ、思ったより大変じゃないやんと思って気楽にマタニティ生活できてもうてんねん。あ、逆にええかもしれへん。うん、そんな、そこまでじゃないと。あ、そう、マタニティ、いや、今の生活も、生活もあ、そう、とにかくもう不安の塊みたいな。私はね、まず産むの怖かったから。そうやな、産むのが。そう、あとここに命あるってすごいとか思えへん。思えよ、それ。思うよ、それは思うよ。それは思ってくれた？それは思うよ。すごいよな、ビシバシ動くんやから。そうやで、だって私のもなんかおって、だって今も動いとんもん。せやカッとこう、でここにみんなに優しくしろってやってんねんスタッフに厳しすぎるってやってんねん。まださ、じゃあまだ頭ここや。あ、私は今坂口やねんな。もうここしか動けへん、もう全然、もうということ、他も行けへん、ここが好きや。ほやからさもうこの辺で蹴るからさ、足が下にあるから下を蹴るからか、この辺蹴るわけよね。へえ、うん、そうか。でも不思議、うん、せやろ、うん、で、何が、私一番思ったのが、出産した後全く何も対応がなくなるやん。めっちゃ寂しいで。私生まれた後に思ったこと、もう一回この子お腹に入れて対応感じたいと思ったもん。それぐらい妊娠中だけやねん、この対応感じれんの。要はだから、ブログとか見てくれてる人らがさ、うん、またライフを楽しんでね、うん、みたいな。うん、それはほら今くれるけど、今楽しんでるってか、また、そうかと思うけど、多分後でもっと思うんやろな。あ、この時が。じゃあ私なんかブログに、もう死ぬほど寝て、うん、人生で一番ダラダラしなさいって書いてたのよ、うん、コメント欄に、うん、一人妊娠中、うん、でもさ、そんななんかええんかなと思っててんけど、うん、ほんまにそう、ダラダラして大正解、もう寝て、もう一日中こうやって寝てたって、誰にも何にも、もう神様も文句言えんと思うとかと、寝られへんから、その後がでしょ、だから産んでからが。大人みたいに朝昼晩のご飯ちゃうね、赤ちゃんってほんまに。それはもうめちゃめちゃ言われてるんです。赤ちゃんって一日生まれてから、うん、大変だよ、寝られんやろ、乳首吸われまくってみ、ヒリヒリするね、血出んねんでもあげなあかんねん、これわかる？それやらなあかんよ、監督で笑ってられへん。だから痛い時はだから、それはもう変な話、ほんまにこんなミルクとかでもいいんでしょ。ええねんけど、まあ、だからそこでやめたらあれやねん、やっぱちょっとここだから今乳首引っ張ってる、乳首柔らかくふにゃふにゃにせなあかん、乳首の周り、うん、なんか今のうちからやらなあかんやろ。で、私一人目サボってて、
もうカッチカチのまま行ったらもう血だらけ、いいって授乳こんなんだよ。だからもう今のだからそれも多分違う、今のうちからめっちゃ言ってくれるから、多分もう産んだ時に私は、あ、桑原さんあんだけ言ってたけどそこまで大変じゃないやんって思うと思うわバカだねー、言うなよ、買ってないよ、寝られへん、あんた2時間に1回座れるってどんな痛いかしら吸い方上手やったよ。もう一回やりたい、これほんまに私がどうなったか。あ、私ここまでほんとにいいや、自分でいいや、ほぼ毎日笑顔でここまで来れてもうてるから。座りもなかったしな、座りもありがたい、ほんまなかったけど、その生まれてからもどっかで桑原さんが言うほどじゃないんじゃないかという、うんうん、あ、でもそれぐらいあった方がいいかもしれへん。いや、でもそんなん言いながらもあった3人目やろ。そうよ、だからいや、そんだけ大変、そんだけ大変やったらもう普通やめてるもん。だから言うていい、ということはめっちゃ大変やねんけど、それ以上の楽しみとかもあるわけや、これ、うん、じゃないと大変だけやったら3人無理やで、ね、すごい3人って行けたわ、よかったわ、よかったな。まあ3人兄弟も自分が3人やから3人がいいって言うとったから、うんうん、だから1人目ってほんま大変やから、授乳やろ、うん、おむつとかあんた、あんた2回ぐらいしか書いたことないやろ、龍とか春とかの1回ずつしか。だから私はね、お母さんがそうやって先輩がいるからこれ心強いのよ、ほんとに。そうや、 でもねまたこれさ、私が結構もう大変大変って言う人や、すぐにすぐちょっとマイナス思考やから、うん、それがまたほんまはええかもやで、うん、めっちゃ楽しいね、楽しいねって言うてて産みました、え、いやちゃうやん、うん、乳首痛いし寝られへんしって、これ何も知らんと産むのとまたちゃうから。だって、うん、桑原さんのもともと初め一人目妊娠した時に、うん、もう小原さん体も全然変わるでって言うて、うん、なんかこの辺も産毛みたいな毛めっちゃ入ってってなって、うん、そうそう、もう乳首の色も見せてくれたら、もともとまあそんなにピンク色の人じゃない、もともとが黒いけれども元々黒かった、信じられない黒さに変わってたわけ、ね、黒のさらに上の黒があるんやったら、すごいなってやっぱ女性の体ってって、うん、そのイメージあるから、まあ綺麗な体、嘘でしょそうだ、毛も生えない、いや桑原さんの色に比べたら全然マシ、だってあんたさ、自分、あんた桑原さん乳首の色、マグカップのコーヒー飲んだのと思い出すとか言って、いや、まあそれはその時ちょうどコーヒーを飲んでたからね家で、私の家で、しかもその時もネタ合わせかなんかしてて、おっぱいが出てきたって言って、桑原さんがまだ生まれてもないのに、生まれてないのに妊娠中で、小原さん知ってるかって、あ、その先っぽから一個だけちゃうねんって言って、私も普通一個乳首からピュッと出ると思ったら、そうそうそう、違うな、四方八方からムニャーって出んねんっていうのを頼んでもないけど見せられたよ見せてくれますね、でそれよりもそれを見せてくれたんやけど、それよりも私がこう飲んでるマグカップのその黒の色とその輪っかとおっしゃってマグカップサイズこれぐらいのやつで真っ黒で、そっからふにゃふにゃっとしたミルクが垂れ流してるというすごい栄養を見させていただいて、お前栄養があんのかという、そうそうそう、あんなところから出てくるもの、でも神秘やな、全ては、でも全てもうありがたい話です。またじゃあちょっと日を明けて、いやほんまや、生まれた後にいや聞きたいわ、うん、とにかくもう小原さんも第一子、うん、今どうなるか、小原さんがこっちやから、まあ、そうそうそう、これから回って、うん、ね、ごめんなるか帝王世界になるか分かる、とにかくもう母子ともに安全に、うん、健康に生まれてください、うん、三川さんとこもな、私も3人目、そうそうそう、頑張るわ、うん、3人目やから慣れたってもんじゃないから、こればっかりは、こればっかりは、うん、不安、まだ不安、はい、私の方が不安やねん、3人目やのに、あんたあんた何呼んでんのよ、ほんまよう分からないよ、この子も2人とも、うん、無事に、はい、出産できますように、はい、そして他の妊婦の方々も、うん、皆さん無事に出産できますように、ね、川端小原でした、ありがとうございました、さようなら。